はい、皆さんこんにちは。チャラズクッキングの時間です。今日はですね、ちょっと皆さん見てわかる通り、ここわかります、蝶ネクタイしております。これ何かっていうと、今日は皆さんご存知の通りハロウィーンでございます。ということで見てください、かぼちゃ買ってきました。パンプキンを使った料理を今日はやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、今日はこのかぼちゃを使って、チーズフォンデュを作りたいと思います。ちょっとね、今からこれをレンジでチンしたりして、かぼちゃの中身をくり抜いて、でそこにチーズを流し込んでやると、まあ本当かぼちゃを器にするような形になりますので、どんな感じになるか楽しみにしててください。はい、今レンジでチン終わりました。もうめちゃくちゃ熱いです。6分5分やりましたね、表と裏で。ちょっとね、これ今から開けて蓋っていうかね、その上だけ切っていきたいと思います。むちゃくちゃ熱い。あーちゃ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 、うわーうわーほほーうわー熱い熱い、うわーほー、あーちゃ熱いよー、むちゃくちゃ熱い、むちゃくちゃ熱い、むちゃくちゃ熱いけど、おーいい感じ、いい感じ、めっちゃ良さそう。これいいよ、いいよ。ね、本当に熱いんですよ。おっしゃー、よし、でこれをこれね、蓋にするのにやっぱここだよね、ここをね切りたいけどね、本当に熱いんだよね。こんなもんかな、見えないね。こんな感じで蓋にしたいと思います。熱い、おお良さそう。おお、いい、いい感じ、いい感じ、見て、これ蓋にします。で今これ中をくり抜いていきます。具材ももうね、すでに準備してます。ブロッコリー、レンコン、エビ、あとはね、ウインナーとかもやろうかなと思ってます。今からチーズフォンデュのネタっていうかね、あれ作っていきたいと思います。でこっちに準備したのが豆乳です。豆乳を入れます。
見ててください。うまそう。おちょうど、おちょっと入れすぎた。おっしゃ、できましたよ。見てくださいこれ。じゃあいつまで行きましょう。かぼちゃティードフォンデュ、いってらっしゃい。シャイシャイシャイ、サムライティーション、カモン、うー、いってらっしゃい。チャンネル登録よろしく。